これね、皆さん見てもらったら分かりますけど、見てください。よっしゃ、開かずの扉があります。まだ片付いてなかった一個。そうなんです、大倉庫になっております。脚立なんで脚立あんなとこあるの。しっかりと人間が住める部屋にしたいと思ってます。あんじゃん、禁止禁止ここ。あ、でも行こう思ってたね。いや、思ってたよ。そこはでしょいで、ごめん、ちょっと映るわ。ええやん、もう。いや、家映ったらあかんやろ、そこはよくない。そう、さあ、もう一回片付けます。いや、分かる。あ、何も言ってないよ。さあ、早速やっていきましょう。イエーイ。何か宝が入ってる可能性が高いですから。バリだるい。ポケモン痛くない。お前やねん。やめて、やめて。えい、よっしゃー。お兄ちゃんやばいっす。大丈夫大丈夫、すずちゃん。中身はどんな感じだい。アメブラより腐ってるっす。片付けてよ、早く。なんでお前何してねんじゃん。これ俺が昔買ったやつ。これもいらん。プレフォーの空箱、いらん。もう行きやす。いらんって。もうお前高校生戻んのか。もう紙袋ね。え、どうなん。もうええって。ごめん、中入って宝探ししよう。スラ剥がし、ごめん、スラ剥がし忘れて。ここがいるやつ。1個目やった。これめっちゃ高いっす。めっちゃポケモン。1個2万円ぐらい。これ見つけました。だから仮面ライダーの一番くじ全部いらない。ちこ、ごめんよ、サチコ。え、サチコ。サチコはもうダメなんだ。サチコがいなかった、俺どうすん。ドラマから呼ばれへんな。あの、犯人捕まった時差し押さえの量やで、これ。マクキンだ。なに。断食やん。断処理だ。えぇはぁ。あ、嘘、ちゃんとこう外らへんから外掘り崩すみたいな感じ。あ、ここでもだって。タクシーって聞いた気づな。どうぞ、いいよ。うわぁ、ゴーポー。くそ、映ってないって。映ってないって。おい、中仕留めます。ゲゲゲゲゲ、ごめんす。苦しいよ。くそ、やばい。アンディが来たぞ。おい、ブーするつもりか。お、誰がトイストーリーや。うわ、普通のツッコミやわ。何がええねん逆に。さあ、飛ばせるよ、すごい。首歪んでる。歪んでない。はい、学校の。うわ、小学校の服。100万円の色。100万円や。汚い大人が。はい、はい、いってらっしゃい。こいつ何？な、怪獣のやつや。背に入ってた。うわー。俺の。入ってない？入ってる。ほんまにお前マジでやばい。ねえ。あはははは、湘南。戻してる戻してる。辛い。辛い。大学に。戻すな戻すな。誰これ、リア充爆発させる。いや俺好きやって、産業ラブレター。ラブレター。ジュースかや。これらが結婚式で歌ったやつです。てか、元気にしてる？ちゃんと飯食ってる？死ぬ、ほんまに。勉強してこいって言いました。来ました。はい。売れかけつけんでいい。せえ。じゃ真面目すぎるんよ。ほんまにかけるやつや。うわー。消す消す消す。おいおい、痛い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 。
真面目くんのペン回し。先生のやつを書いてくれたんですけど、これ腰パンすぎません？外しちゃって、もういや全部お母さんのもう捨てちゃおうみたいなやつやっていこうと思うんですけど、まあ、これちょっと一曲ね入れようと思ってます。あの、あー誰でしょう。ここから小2。はい、お兄ちゃんです。なんか鈴より可愛くない？こんなに姿になってしまった。おい、まっ、やっとですね、やっとこの外が見え始めて、ずっと運動してるのと思いました。あ、でももう後ろにも揺れるとか、めっちゃ喜ん、え、あ、え、降りまーす。いけー、うわー気持ちいい。あれ、おい、誰がゴミや。デイ、やば、どう、やべえ、めちゃくちゃ綺麗。ポケモンは全部排除したの、コウさんだ。誰でしょう。バッドガイズ歌ってるへぞ。お母さんです。あ、お母さんやった。僕が1歳です。え、これお兄ちゃん。かわいいでしょう。絶対別の子。あ、てめえバーが嘘つくしまった。うちの親父がいるから。ダメ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 。これじゃん。これが50万の指輪です。俺が見つけた。すげえ、こん中から50万出てきた。何ですかって聞いてるの。ゴミです。素敵な素敵なゴミです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やめてよ。やば。僕、まあ、おすそ分け。おすそ、昔からね、ゴミみたいなやつがおるから3つゴミ袋買ってこない。何日間このゴミと過ごさなあかんのよ。リビングこれ中ですけどどこやんか。つい一瞬高校生の時のやつとか眠ってたから。お母さん、嬉しい涙。やっと捨てれましたからね、お母さん。ありがとう。捨てるのは拒んでましたから。ゴミみたいなやつがおるから3つゴミ袋入ってこない。あ、よっ。下ろしていきましょう。いや、なんで担任ごとやねん。お母さんにちょっとお金でもらって。ビデオス。そう、ちょっとかっこいいシーンなんですけど。いいよ。ソファー行きます。これだけは。頑張って。いらない。俺が2歳の時の取っといてって言われてここまで持ってきた。何もある。何もない。なんかあるっしょ。